回もベンチャーテスターカップに入るのはすごい詰めちゃったリストで不安だなと思っております。一つすんごい誤解があると思ってます。リストラされる人は無能な人だと思ってません。周りからないですね、会社だったり、うん、でもないですし、なんならちょっと自慢したい。儲かってない程度を許せないんだったらベンチャー行っちゃダメですよ。今のところまず結論として大企業の内定ないじゃないですか。はい、おっしゃる通りです。撮りましょう。どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。本日は就活相談企画ということで、ベンチャーに入りたい気持ちはあるけどやっぱりリスクが怖いなっていう学生に来ていただいて就活相談をしていきたいと思います。専修大学3年ネットワーク情報学部星翔です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は、新卒で P&G という会社のマーケティングを担当しました。その後何社かマーケティングを経験した後独立して、現在確実内定という就活の本を出版しております。よければご覧ください。星くんは今就活状況はどんな感じですか？就活状況で言うとベンチャー企業だったりを、まあ、多分2社ほど選考が進んでいて、ただ選考を途中で止めてしまったりとか、実際働かせていただいていた企業様もいらっしゃったんですけど、なんかそれもなんか怖くて辞めてしまったっていうところです。じゃあ早速今日の相談の内容の方に移っていきたいんですけど、もともといただいていた悩みっていうのが、これまで将来に有利だからという逆算思考で生きてきたものの、好きや憧れという気持ちに沿って生きてみたいっていう気持ちがあって、その好きや憧れっていうのがベンチャーに向いていると。だけどやっぱり将来に有利だからっていう逆算思考があるから、そこで葛藤しているって感じなんですかね。おっしゃる通りで、ベンチャーだったりスタートアップだったり、今働いている企業様に興味があるんですけれど、実際に潰れてしまうんじゃないかっていうリスクだったりとか、そこで本当にたぶん潰れてしまったとして、自分が何もできないまま終わってしまって、そしたら転職する時も選択肢がほとんどなくなって、やりたくない仕事になったりとか、なんかそういった不安があって、なかなかスタートアップだったりベンチャーに就職するっていうのが怖いです。なんか昔から将来に有利だからっていう逆算思考が強いってお話を聞いてたんですけど、これ具体的にどんな感じなんですか？例えばなんですけど、大学で部活動をやるかやらないかっていうところに関しても、部活動に入っておいた方が、まあ、将来有利になるんじゃないかって思って始めたり、そういった生き方をしてきたので、今回もベンチャーだったりスタートアップに入るのはすごい潰れちゃったりしそうで不安だなと感じております。うん、そんな中で、なんで今のその気になってる2社さんには惹かれたんですか？そうですね、惹かれた理由としては、まず自分がやりたいことができるだったりとか、周りの人がすごい好きで一緒に働いていて楽しいし、潰れちゃうんじゃないかとか、自分が何のスキルも経験も得られないんじゃないかっていうところ以外は、働いていて楽しいし、もう進みたいなと思ってます。めっちゃわかります。私も同じ感じです今までにその深く長く働いた経験がある会社がベンチャーだけですよね、今。はい、そうですね。ってことは、もし大手さんですごく人が優しくって、で成長もできそうと感じたら、どう感じると思いますか？今何が楽しいかっていうと、自分で作っていく感覚だったりとか、人が好きっていうのも、多分大きな企業さんだとなかなか難しいと思うんですよね。例えば会った人がすごい好きだったとしても、その人と働けるかわからないし、別の人と働くかもしれない。でも今の企業だったら絶対に今の人と変わらないし、絶対に楽しいのは保証されてる。追加で大企業のリスクってどんなものがあると思います？一つの業務しかしないからこそ、それだけしかできなくなって会社に依存してしまうっていうリスクは一定あるのかなと。実際おっしゃる通りで、大企業特有のリスクとしては、同じ部門にずっといるようなことで広い世界を知らずに、なんだか調整の仕事をするけれども、実際には特定のスキルが身につかない状態になってしまって、転職ができなくなるっていう恐れがありますよね。一方で、ベンチャーのリスクとして感じていらっしゃるのが、まあ、潰れちゃうかもって何回もおっしゃってますけれども、大企業も実は企業自体の平均寿命って23年しかないって知ってました？知らなかった。会社員って大体50年ぐらい働くわけですけれども、そうするとほとんどの人は1社目に居続けることはできないのが現実なんですね。そうするとそのリスクっていうのは実は大企業だろうがあるし、あとはなぜか今気になるのが、3年でベンチャーなら独り立ちできるっていう思い込みがあるんじゃないかと。うん、
じゃあ大企業でも3年で独り立ちできるような大企業ってありますし、はい、ベンチャーでもずっと下の働きをさせられて3年で独立なんか無理っていう会社もありますよという中で、はい、自分の軸は実は大企業 VS ベンチャーじゃないんじゃないかしらって伺ってて思ったんですけど、どう思います？まあ、確かにそこまで大企業とスタートアップで見てるかってよりかは、ただ安定するかしないかみたいなところで、まあ、まず見てる節はすごいあります。なんで安定したいんですか？そうですね、なんかそこで言うと僕やっぱりずっと昔からあんまりリスクを取らないけれどある程度リターンがある選択肢っていうのを取ってきていて、それでなんか失敗したことがないんですよね。もう先ほどの解雇されちゃうみたいな話で言うと、例えばベンチャーとかスタートアップで潰れる確率って圧倒的に高いじゃないですか。そうですね。そこで潰れたら終わりだし、とはいえ大手に入って別に僕はそこの切られるところには入んないなと思うんですよね。そこそこだと自分が、僕はそこそこなんですよ。別にそんなにすごくない、多分ベンチャーとかスタートアップで潰れちゃったらあんまり価値がない、うん、けれどなんかある程度大きな会社様である程度評価されてもらえるところにはいける。一つすんごい誤解があると思ってます。はい。リストラされる人は無能な人だと思ってません？思ってます、うん、そんなことないです。まずリストラされるのは売上が立ってない部門です。そこには有能な人も無能な人も混ざってます。でもまとめて切られるですね。なんでじゃあ売上が下がるかっていうと、7割は外部要因です。その時自分が切られるかどうかはどこにいたかの運でしかない可能性も高いです。ってなるとリスクはもちろん大企業の方が少ないですけれども、ないとは言えないと思いますね。でも本当にどっちにもメリットデメリットがあるなと思ったんですけど、戸井さん的に言うと新卒カードはどう使うべきだと思いますか？私は星さんは両方夢を叶えればいいと思ってて、安定とベンチャーでリスクを取りたいの両方をやっちゃえばいいと思うんですよ。どういうことですか？まず新卒でなるべく大手に行きます。そこで安定感たっぷりの研修を受けてゆっくり成長します。自分の実力に自信がついてきたらベンチャーに1回行ってみます。ダメだったら大手に戻りますっていうやり方をすれば、自分がベンチャーで向いてない潰れるような人間であっても大手に戻るルートが確実にできます。新卒でベンチャーに行くと、その後大手に行くためにはベンチャーで圧倒的な成績を出す必要があります。この自信がないんだったら最初は大手、そしてベンチャー、その次またベンチャーにするのか大手にするのかは自分の裁量次第でいいんじゃないですか。ただリスクを不安に思うってすごくいい感情だと思うので、大企業でさらにリスクを減らすためにどういうキャリアを積むかっていうことを考えたらいいと思うんですね。例えば大企業に所属しながら副業でベンチャーに顔を出しておいてスキルを磨くとか、あるいは大企業の中でも鍛えてくれそうな大企業を厳選して受けるとか、そういうふうにして自分のリスクと受け取りたいものを両方手に入れちゃったらいいと思うんです。大手で働くメリットって何なんですか？まず年収が高い可能性が高い。あとベンチャーに転職するときに年収条件を交渉するんですよ基本、はい、その時って前職の年収が参考にされるので、前職の年収が低いと低く見積もられやすい。なので大手で年収を高く設定しておいて、そこでベンチャーでも高給を受け取りながら働くっていうのはある程度リスクが減るはずです。スキルでいうとどんな感じ？スキルで言うと大手って一括りに言えないんじゃないかなと残念ながら思いますね。私はその大手さんを2社経験して、でベンチャーはいろんな会社常駐させてもらいましたけれども、大手でも全く成長できんなここっていうところと、3年いれば社長できるなこれって会社がありました。逆にベンチャーでもここにいるだけだったら永遠にアシスタントしかできないみたいな仕事もありましたし、一方でここに1年いるだけで独立できるぐらいのスキルが手に入るってなんていい会社なんだっていうベンチャーもありました。こればっかりはベンチャー VS 大手っていう構造を作んない方がいいと思います。でとにかく星さんの軸ってリスクをなるべく減らしながら成長して安定していきたいですよね。そうですね、はい、であればそれが叶う大手とベンチャーを並立して受けて内定した中から悩むとちょうどいいんじゃないでしょうか。おっしゃる通りだな新卒でベンチャーに入っても大丈夫そうな学生ってどういう学生なんですかね？安定を退屈つまらない最低って思う人はベンチャーに向いてます。あともう一つ気になっているのは、結構人からの評価気にしますよね。めっちゃ気にしますね。はい、めっちゃ気にしますね。それはいいんだけれども、ベンチャーに行った時評価がなくなることに耐えられるのだろうか？おっしゃる通りなんですよね
確かにその名前みたいなところは言ってあって、周りから何その会社みたいな、うん、もうですし、なんならちょっと自慢したい。だからかっこいいと思ってるベンチャーは儲かってるベンチャーだけでしょ、はい、そうですね。儲かってないフェーズを許せないんだったらベンチャー行っちゃダメですよ。面白そう、やってみる、後でリスクは考えようっていう思想の人じゃないとベンチャーは多分厳しい。だとしたら向いてないんですね、リスクは今考えちゃうタイプ。今のところまず結論として大企業の内定ないじゃないですか。もう一つは大企業の説明会とかもあんまりまだ聞いてないんじゃないですか。実際に行動してで内定まで取ってみた上で、うん、本当にどうしようって思えたらできることいっぱい増えるじゃないですか。